当落ギリギリの候補者を応援しよう、8回目です。新潟の森優子さんです。あと一歩、もう一歩のようです。この日は、蓮舫さんも応援に来ました。まずは政見放送をご覧ください。政治は生活である。政治は皆様の生活そのものだ。そして日本の場合は特にその GDP の6割は個人消費ですから、皆さんの生活が良くならなければ、国民の皆さんが使えるお金が増えなければ経済が良くなるわけがない。生活を無視してお金持ち大企業が良くなれば経済が良くなって、そのおこぼれが庶民に、来ますから待ってなさいと言ったけど結局来なくて、物価だけ上がって今ものすごく苦しいわけでしょ。完全に間違いですね。私は初当選以来拉致問題に取り組んできました。予算委員会での最初の質問は拉致問題でした。2002年9月17日、日朝交渉が行われていた時、私は横田めぐみさんのお父さんお母さんと一緒に衆議院第一議員会館で政府の報告を待っていました。そこにもたらされたのは5人生存8人死亡でも私たちはめぐみさんは生きている、必ず生きている、必ず取り戻したい、一緒に活動してきました。もう時間がない。今立憲民主党の拉致問題対策本部長を務めています。とにかく今手がかりがありません。何としてもめぐみさんたちを取り戻すために諦めない、絶対諦めずに取り組んでいきたいと思います。国会は戦うところだ。それは国民の生活を守るために。民主党政権はたったの3年ですよ。もう10年近く経つのにまだ民主党の悪口を言わないと自分たちを正当化できないんですか。総理の所信表明には人口減少という言葉がありませんでした。2020年の出生数は84万人、国の存続の危機ではないですか。私たち立憲民主党は子ども子育て予算を倍増します。子ども省を創設します。出産費用を無償化します。児童手当の所得制限撤廃と対象の拡大を行い、義務教育の学校給食を無償化、高校授業料無償化の所得制限を撤廃します。国民の命がかかってるんですよ。全てのことに、全ての法律に、全ての審議に、国民の命とこの国の平和、この国を守ること、国民を守ること、国民の生活を守ること、国会の審議一つ一つに、全てにそれがかかってる。悪夢の民主党と言って悪口ばっかり言ってきたけどありがとうございます。結局は地獄の自民党政権だったんじゃないですか。今必要なのは賃金を上げること。敵にしたらこんなに怖い人はいません。だから自民党候補の応援に入った自民党の議員みんなが寄ってたかって悪口言ってるんじゃないですか。連日自民党の閣僚が新潟に来てるそうですね。大物候補が大臣が次から次へと来てるそうですね。大臣そんなことやってる場合ですか。選挙の応援で新潟来てる場合ですか。森優子の悪口言ってる場合ですか。生活が今、今回の選挙大変厳しいギリギリの戦いとなりました。今まさに自民党候補との横一線でございます。そうして毎日毎日自民党本部大物閣僚がどんどんこの新潟に入って、あの女だけは許せないとか、あの顔だけは見たくないとか、悪口三昧ですよ。女はおとなしく静かにしてろと、そういうことなんでしょうか。こんなんだから女性の国会議員がいつまでたっても増えないんですよ。皆さんもそう思いませんか。森優子は本当に体を張って政権のおかしなところを徹底的に追及をし、政策提案を行い、数多くの議員立法を実現させてきました。その力、その実績、これからも絶対に必要であります。どうか皆さん、この新潟で勝てることがなかったら、もうこれから先の国会、これから先の日本の将来、そして民主主義が壊される。皆様のお一人お一人、
一票一票の力をいただき、森優子に勝ち抜く力をお与えください。そして最後に、今日は東京から蓮舫さんが駆けつけてくださいましたが、皆さんご存知だったでしょうか。蓮舫さんも候補者なんですよ。本当は東京でご自身の選挙運動をしていなければならないというのに、こうやって盟友の森優子のために、森優子負けるなと駆けつけてくださいました。お集まりの皆様こんにちは。暑い中、大勢の皆様お集まりをいただきまして、本当にありがとうございます。私は森優子でございます。この度の参議院選挙、尊きご微票を賜りたく、心からお願いを申し上げます。今日は東京から蓮舫参議院議員、本当にありがとうございます。蓮舫、福田真紀子、そして私森優子、女性の少ない国会の中で、みんなで力を合わせて、少しでも皆様の生活が良くなるように、そして自分の力では何ともしがたい不条理を解決するため、これまで力を合わせて戦ってまいりました。この度の参議院選挙、本当に厳しい戦いでございますが、皆様から育てていただいた、そして6年前に野党の市民の統一候補として預かさせていただいた、本当に大切な一議席でございます。負けるわけにはまいりません。どうか皆様のお力を森優子にお貸しくださいますよう、まずもって心からお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。アベノミクスは失敗でした。格差が広がって生活は苦しくなるばかり。大企業、大富豪、大都会、ごめんなさい蓮舫さん、良くなっただけなんですよ。そしてアベノミクスの負の遺産、急激な円安、どこまで続くかわからない、いかだか、これが皆様の生活を襲ってるんです。でも自民党、岸田政権は何もしない、だから岸田インフレなんです。今世界中ですでに91を超える国が消費税の減税、付加価値税の減税を決めて、あるいはやることを実施をすることを決めています。なんで日本は何もやらないんでしょうか。そしてガソリン税ですが、先週アメリカのバイデン大統領が議会に対して3ヶ月間ガソリン税を停止する、そういう要請を出しました。でもアメリカの場合はこの税を途中で止めるとかっていうのは全部議会の権限だそうですので、どうなるかは分かりません。ありがとうございます。そして各国とも物価の上昇に応じて年金の給付額を引き上げている。 2%、4%、8%、 当たり前じゃないですか。物価が上がって年金が下がったら暮らしていけないじゃないですか。でも日本では引き下げた。そしてなんで引き下がったかというと、年金カット法、若い人たちの給料が下がったらそれに合わせていくら物価が上がっていても年金は引き下げる。でも問題は給料です。日本はこの30年全く賃金が上がらない。見てください、私が予算委員会で何度も使ったパネルです。イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリアもみんな上がってる。でも日本だけがマイナスなんです。給料が上がらないんです。言っときますが、民主党の3年間は上がってますよ。悪夢の民主党と言って悪口ばっかり言ってきたけど、ありがとうございます。結局は地獄の自民党政権だったんじゃないです。今必要なのは賃金を上げること、そして皆さんの使えるお金を増やす、物価高に負けない年金、消費税の減税、ガソリン税の減税が必要であります。でも自民党は消費税を減税したら年金3割カットだと脅してきています。とんでもない話であります。こういう政治に立ち向かっていかなければなりません。どうか私森優子に皆様のお力をお貸しください。心からお願いを申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。まして東京選挙候補者の蓮舫です。正直言って東京の選挙も大変厳しい。党勢が残念ながらそんなに伸びてはいないけれども、でも全国で戦ってる仲間も相当戦いが厳しい。だからこそもう一度国会にどうしても送り返していただきたい森優子候補、どうか新潟の皆さんだけができる森優子候補をもう一度国会に戻していただきたい、勝たせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
味方にしたらこんなに力強い人はいません。敵にしたらこんなに怖い人はいません。だから自民党候補の応援に入った自民党の議員みんなが寄ってたかって悪口言ってるんじゃないですか。今世界中で日本で問題となってるヘイトスピーチ、相手の容姿や相手の言動や相手の悪口を目の前で言うことは基本的人権の尊重に反すると法律で整備をするというのに、揃いも揃って政策ではなくて森裕子候補を批判する、私はその姿勢こそ今回の選挙ではぜひ問わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。連日自民党の閣僚が新潟に来てるそうですね。大物候補が大臣が次から次へと来てるそうですね。大臣そんなことやってる場合ですか。選挙の応援で新潟来てる場合ですか。森裕子の悪口言ってる場合ですか。生活が今物価高で苦しくて、小さい事業が経費が上がって苦しくて、生活と企業経営を直撃してんなら、政府がやるべきことは生活の底上げ、企業の支援、これこそ仕事じゃないでしょうか。選挙の応援に回る余裕があるんだったら仕事してくださいよ。どれだけ皆さんが物価高で苦しんでるか、給料が上がらない、年金が切られた、値上げをしようにも商品の値段を上げたら買ってもらえない、雇用が維持できない、企業が傾くかもしれない、本当に皆さん頑張っている。そこに来て今水不足です。こんなに早く梅雨が終わってダムの水はない、水不足が心配な中、農家も直撃してるんじゃないですか。野菜が生育不良になる、農家の収入が激減する、水が足りない夏、そして酷暑の夏、やるべきことをやらないで選挙で応援に行ってる暇じゃない。今政府には自由に使えるお金が、この間の補正予算の予備費 1.1 兆円、自由に使える一般予備費4000億円、 1.5 億、なぜこれを使わないのか。国会はいらないんです、予備費ですから。岸田総理の意思でこれを物価高に使うと決めれば、閣議決定をすればそのまま皆様方の生活を支えるのに使えるのに、閣議を開こうともしない、こういう政権におかしいと今回声を上げていただきたいと改めて思いますが、いかがでしょうか。年金が下がった人たちはどれだけ苦しいか。4月分5月分の年金切り下げられた、自民党公明維新ですよ、この法案に賛成したのは。年金を下げておいて物価が上がってるから、そして熱中症対策をしてくれ、クーラーを切る、命の危機じゃないですか。今やらなければいけないのはまさにここをどうするか。だったら税制を見直すのが筋でしょう。ところが自民党の茂木幹事長、何と言い放ちましたか。消費税に手をつけるなら年金を3割カットする、責任ある政権与党の幹事長の言葉がこれです。自分たちのためのお金は使って、防衛予算は倍額するけれども、消費税手をつけるんだったら年金を切る、一体どこを見てるのかと耳を疑いました。今やらなければいけないことは低年金の方たちを支援をする、当たり前じゃないですか。ようやく今節電ポイントというわけのわからないことも言い出しました。今まさに暑い、なんとかしなければいけない。なぜそれがポイント制なんですか。1ヶ月2000円皆さんに渡すんですか。岸田総理も茂木幹事長も自民党の偉い人も公明党の偉い人も頭のいい国家公務員も電気代がどれだけ上がってるのかあまりにも知らなすぎる。去年の同じ月に比べてもう2倍、9月には4倍になる。2000円もらってどうするんですか。しかもこの節電ポイントは8月にやれるかやれないか、暑さのピーク超えてるじゃないですか。間に合わないじゃないですか。どうしてポイントなのか。電力供給会社を保証して、そして新たにまた事務局を作って、数百億円の税金を渡して制度を設計する、こんな特定の人たちだけを豊かにする政策ではなくて、皆さんがお支払いしている電気料金の消費税等相当分を減額減税すれば、負担は少なくコストも少なく皆様方の痛みを緩和することができると森裕子立憲民主党は考えてますが、いかがでしょうか。どうかこの選挙冷静にご判断をいただきたいと思います。特定の事業者、大きな企業を見て、そして仕事をしないで大臣が選挙の応援に回ってる自民党なのか、そうじゃない皆様方の声なき声をこれまでも18年間聞いてきた森裕子さん、森裕子さんを通じて新潟県民の県民性をしっかりと表明していただけるのか、どうかぜひ問わせていただきたいと改めて思います。年報からは森裕子先輩、力強い力強い、いつもそばにいてほしい参議院の仲間です。もう一度国会に送っていただきたいということを心からお願いを申し上げ、蓮舫からのお訴えに返させていただきます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。重ねてお願い申し上げます。東京の
息子さん、お嬢さん、親戚の方、知り合いの方に、蓮舫さん、参議院東京選挙区は蓮舫候補、よろしくお願い申し上げます。